クジラ先生にバンジー飛ばせてみたからですおー違うあなたが宿題を88日でそこされたからそうだったんですね宿題を忘れて申し訳ありませんでしたうんだけどもうそのことどうでもいいのおっしゃじゃあ帰っていいんですね帰っていいわけないあなたが私にバンジー飛ばせてみたけに解決してないからそうだったんですね何してくれてんねおいはいどうでしたか目隠しバンジーは嫌だったわむちゃくちゃ怖かったわ何あのバンジー日本一低いバンジーです はいあれは設計ミスですなんであれ本当にもう嫌だわなんでそんなことすんのはい予約したからですなんで予約したはいウェブサイトですな,なんで何でじゃないなんでクジラ先生授業中言ってたじゃないですか何？パンジー見に行きたいってパンジー見に行きたいって言ったよはいなんか響きがバンジー飛びたいに聞こえたからですはあはあ担任の先生目隠しバンジーさせてみたです ドッキリ企画ですなんだよお前え、まさかまさかあんたあの様子を動画で撮影して YouTube にアップしたんじゃないでしょうねしてませんしろやしろやおもろそうだろなんか見てすらいません見ろやせめて見ときゃ肌から見て笑えや全員でお腹すいたんで帰りましたなんでやね見ろ見ろでもクジラ先生がちゃんと飛んでくれて良かったですじゃあ次のバンチの予約しないとダメなんで帰らせてもらいますだめだめぼうクジラねさよなら 人生はチャンネルの連続なんだ。そんなこととにり分かってたんだ、エルマ。君なんだよ。君だけが僕の登録者なんだ。